ニールス・ボーア、ニールス・ヘンリック・ダビド・ボーア、1885年10月7日から1962年11月18日は、デンマークの理論物理学者、量子論の育ての親として、前期量子論の展開を指導、量子力学の確立に大いに貢献した、王立協会外国人会員、コペンハーゲンに生まれ、1903年に、 コッペンハーゲン大学に入学。1911年にイギリスへ留学し、キャベンディッシュ研究所にて、ジョゼフ・ジョン・トムソンの下で研究を行った後、1911年にマンチェスター大学のアーネスト・ラザフォードの下で原子模型の研究に着手した。コッペンハーゲン大学に戻り、ラザフォードの原子模型の欠点を、マックス・プランクの量子仮説を用い解消し、 1913年にボーアの原子模型を確立した。1921年にコッペンハーゲンに理論物理学研究所、ニールス・ボーア研究所を開き、外国から多くの物理学者を招いてコッペンハーゲン学派を制するとになる。原子物理学への貢献により1922年にノーベル物理学賞を受賞。その後もベルナー・ハイゼンベルクラの更新とともに、 量子力学、行列力学の形成を推進。エルヴィン・シュレーディンガーが波動力学を発表した時には、コッペンハーゲンに招き寄せ、討論に疲弊して倒れた。シュレーディンガーの病床で議論を続けたことは、有名である。アルベルト・アインシュタインが量子力学に反対するようになると、尊敬するアインシュタインとも論争を続けて、説得しようとした。有名なエピソードに、マックス・ボルガテに、 アインシュタインが書いた手紙、神はサイコロを振らないに反論した名言、アインシュタインよ、神が何をなさるかをあなたが語る流れがある。ボーアは、社交的な人柄だったので、多くの物理学者から慕われ、量子力学の形成に指導的役割を果たした。また、彼は、実験をせず科学的発見を行ったと言われている。第二次世界大戦が始まり、ナチスドイツが、 ヨーロッパでの侵略を始めると、ユダヤ人を母に持つボーアはイギリスを経由して、アメリカに渡った。1939年に発表されたボーアの原子核分裂の予想、ウラン235は、他のウランの同位体に比べ分裂しやすいは、原子爆弾開発への重要な理論根拠にされた。しかし、ボーアは、軍核競争を有料し、西側諸国にソ連を含めた、 原子爆弾の管理及び使用に関する国際、協定の締結に奔走したが、結局ボーアの願いは叶わなかった。ボーアの研究は実験物理学から始まった。1905年に液体の表面張力の実験的研究で、デンマーク王立科学アカデミーから金メダルを獲得した。その後、だんだんと理論的傾向が強くなった。 1911年の博士論文では、金属中の電子を古典論で扱う限り、時勢が生じないことを示した。英国留学中の初期段階では、実験的研究を行っていたが、ラザフォードの下に留学中に、理論家に転校した。この時、水素原子の防波模型の着想を得た。デンマークに帰国後、蒸気のような水素原子の防波モデルを提案し、 同時に対応原理を提唱した。また、量子力学の創出に貢献し、相補性の概念を確立した。さらに、原子核の液的模型を改良し、ウラン238でなく235が核分裂を生じやすいことを指摘した。20世紀初頭の物理学に様々な貢献しており、相対性理論の確立者であるアインシュタインと、相キオスと称される。アインシュタインとは、 量子力学の基礎論の分野で多くの議論を戦わせた。アインシュタインが格子箱の思考実験を持ち出し、不確定性関係の成立に異論を唱えると、一般相対性理論を使ってを擁護し、アインシュタインを論破した。業績内容の詳細については、ボーアの項、ボーアの原子模型、ボーアの量子条件、ボーア半径、某ア自己、ボーアイコールファン流ンの定理も参照。 ボーアは、量子論の解き明かした粒子と波動の二重性、位置と速度の間の不確定性などの世界像を、相互性と名付け、後半性には、量子物理学と東洋哲学に類似性があるとして、東洋哲学、特に液境を研究していた。さらに、次のようにも言っている。原子物理学論との類似性を認識するためには、我々は、ブッダや老子といった。 試作家がかつて直面した認識上の問題に立ち返り、大いなる存在のドラマの中で、観客でもあり、演技者でもある我々の位置を超あるものとするように、努めねばならない。その系統ぶりは、偉大な功績により、デンマーク最高の勲章である、エレファント勲章を受けた時、紋章に選んだのが、影と火、光と闇の互いが互いを生み出す様を表した、東洋の衣装。 対極図であったことからも伺える。その紋章は、デンマークのフレデリクス・棒状に、世界の王室、原種の紋章と共に飾られている。1997年に107番元素が、ボーアの名にちなみ、ボリウムと命名された。ボーアは、ランタノイドの性質の類似性や酸化ンの色などから、ランタノイドの電子軌道の構造を推定し、ボーアのランタノイド仮説、 当時未発見だった72番元素はランタノイドではなくジルコームに類似したものだと予言して、ボーア研究所のディルク・コスターとゲオルクド・ヘベシーにジルコンの分析を提唱。結果発見されたのがハフニウムである。また、1975年には息子のオーゲ・ニールス・ボーアもノーベル物理学賞を受賞した。さらに、父のクリスティアン・ボーア、クリスチャン・ボーアは、ボーア効果で知られる。 生理学者である。マイケル・フレーンの1998年の儀曲、コッペンハーゲンは、1941年に、ハイゼンベルクと、ボーアがあった際に、何が起こったのかを探求するという内容である。本儀曲は BBC によって、ボーア役が、スティーブン・レイ、ハイゼンベルク役が、ダニエル・クレーグというキャストで、テレビドラマ化されており、2002年9月26日に、 初放映された。BBC の科学ドキュメンタリーシリーズ、ホライズンでも、同じ1941年の会見がすでに1992年にテレビ化されており、ボーア役はアンソニー・ベイト、ハイゼンベルク役はフィリップ・アンソニーであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。